サンティカソルラことサンティアゴカソルラ・ゴンサレスは、スペイン王国アストリアス州出身のサッカー選手、リーガエスパニョーラ・ビジャレアル CF 所属、スペイン代表、ポジションは MF、地元のレアルオビエドの下部組織でプレーしていたが、17歳の時にビジャレアル CF の下部組織に移り、2003年11月30日のデポルティーボラ・コルーニャ戦でトップチームデビューした。 2004から05シーズンはトップチームの中での立ち位置を確立して UEFA カップで4得点を挙げ2005から06シーズンは UEFA チャンピオンズリーグで2試合に出場した2006年7月7日120万ユーロを支払えばビジャレアルが買い戻すことができるという条項が付けられ遺跡金60万ユーロの4年契約でレクレアティーボエルバに完全移籍した 8月27日の RCD マジョルカ戦でデビューし、初得点を決めた。2007年4月22日のラシン・サンタンデール戦で、決めた得点は亡くなったばかりの父親に捧げた。セグンダ・ディビシオンから、プリメーラ・ディビシオンに昇格したばかりのチームの8位に貢献し、ドン・バロン氏によって、リーガ・エスパニョーラのスペイン人最優秀選手賞に選出された。 マヌエル・ペジェグリーに監督に活躍が認められ、2007年夏にビジャレアル CF に買い戻され、フアンロマンリケルメがつけていた背番号8を与えられた。ニハとカフベジやジュゼッペ・ロッシラの得点をアシストしつつ、自身も5得点を決め、チームは過去最高の2位に躍進した。2008年8月26日にはレアルマドリードがカソルラ獲得に興味を抱いていると報道されたが、 その直後にビジャレアルとの3年間の契約延長に応じた2009年4月初旬のドアルメリア戦で右足の飛骨を負傷しリーグ最終節の RCD マジョルカ戦までの数試合を欠場したが自己最多のリーグ戦8得点を記録した2009年10月30日追間版ヘルニアのために戦線離脱を余儀なくされた2011年7月26日 大型補強を完光するマラガ c f に移籍移籍金は2000万ユーロ前後とされている。これにより、ビジャレアル時代の恩師ペジェグリーニの下で再びプレーすることになった。2011から12シーズンは全試合に出場し、クラブも4位と躍進したが、財政難のためアーセナル f c に移籍アーセナルでは、中心選手として移籍初年度は攻撃的ポジションで、 自己最多のリーグ戦12ゴールを挙げるなど活躍、メスとエジルの加入後はポジションをやや下げて、中盤のリンクマンとしてプレーするなど欠かせない選手となった。2013から14シーズンの FA カップ決勝、春式戦では、直接 FK を決め優勝に貢献した。2014から15シーズンは、リーグ2位の11アシストを記録、7ゴールを挙げた。 FA カップ決勝のアストンビラ戦では MVP に選ばれる活躍で連覇に貢献した。2015年7月31日、アーセナルとの契約延長を発表したが、11月29日のの、リッュ戦で、膝の人体断裂の重傷を負い、後日のチリ代表との親善試合の際に負った、アキレス腱痛の影響もあって2015から16、シーズンの後半戦は欠場。 プレミアリーグでは15試合の出場のみとなった。2016年10月に大怪我を負い、以降2018年8月にビジャレアルに復帰して、プレー再開まで約2年間プレーができずにいた。2018から19シーズンは35試合出場4ゴールを決めるなど復活を果たした。また9月27日ベティス戦でゴールを決め、リケルミを抜いてチームの MF として、 最多ゴール記録者となった。2019から20シーズン、9月21日、バジャドリード戦、9月24日、FC バルセロナ戦、9月27日ベティス戦と3試合連続ゴールを決めるなど好調を維持している。世代別のスペイン代表には、イニアキサエス監督が率いていた U-21 代表で初招集された。2004年には、 アテネオリンピック出場プレイオフ U-23、イタリア代表戦に招集され、ファーストレグの77分から、ハビエル・アリスメンディに代わって、途中出場したが、2試合合合計の結果で、イタリアに及ばず、本大会出場はならなかった。2008年5月17日、UEFA ユーロ2008に挑むスペイン代表の最終登録メンバーに選出された。 ルイス・アラゴネス監督が発表したメンバーの中にカソルラが含まれていたことは驚きを持って迎えられた。その他には代表例キャップの FW セルヒオ・ガルシアも選出され MF ホワキン・サンチェスや MF アルベルト・リエラが落選した5月31日、ペルーとの親善試合でスペイン代表デビューした UEFA ユーロ2008本戦グループリーグのロシア戦、スウェーデン戦。 キリシャ戦に途中出場した。準々決勝のイタリア戦にも途中出場し、PK 戦の末に勝利して、準決勝進出を決めた。カソルラは PK 戦の2番手として、PK を成功させている。決勝のドイツ戦では、ダビド・シルバとの途中交代で試合の残り25分間に出場し、1から0で勝利して44年ぶりのヨーロッパ制覇を果たした。 2008年11月19日、ビライコールレアルのエスタデオ・エル・マドリガルで行われた、チリとの親善試合で代表初得点を挙げた。2009年6月には、コンフェデレーションズカップに出場し、グループリーグ3試合に出場した。2010年5月、南アフリカワールドカップのスペイン代表候補30人に選出されたが、本大会に出場する23人からは外れた。 2011年6月4日のアメリカとの親善試合で自身初の1試合に得点を挙げた。2013年9月、チリ代表との親善試合で負傷し、右足首の骨にひびが入る重傷を負った。2014年 FIFA ワールドカップではグループリーグ第2戦チリ戦で途中出場。すでにグループリーグ敗退が決定していた最終節のオーストラリア戦では先発出場した。 2019年5月17日、スペインサッカー連盟は6月に行われる UEFA ユーロ2024戦の2試合に臨むスペイン代表メンバー23名を発表し、アーセナルに所属していた2015年11月以来、3年半ぶりに代表に招集された。2019年11月 UEFA ユーロ2024戦、マルタ戦で代表では約4年ぶりとなるゴールを決めた。 スペイン代表でプレーするカソルラビジャレアル CF、アーセナルスペイン代表、ありがとうございます。